2023年違う2024年1月2日さあ詩経を読んでいこう「爆読流し読みで早めに読んでいこうと思う」「軽い読み物かな?」みたいな感じのものを読むので。 スピードを重視して読んでいこうかなテキストは「慶書大公小林一郎のもの」「司教上上中下」あるので急ぎ目に読んでいく「司教除雪」説「慶書の意義」ここから読んでいく えっと、まあテキストメインテキストは「ウィキソースにしようかと思うけどまあ違う変えるかも途中で。では読んでいく「慶書の意義」「除雪」の「慶書の意義」これより「司教」についてのお話に入りたいと思うのであります。今日伝わっている司教というものは全体において300編の詩を集めたものであって これを一言にし300、300これを一弦にし300と申しております。これを司教と言って k という字をつけてありますが。お経の今日という字前にも申した通り、kk というのは形状ということで、形状形状利益の形状。すなわち常の道。 人として皆通じて行わなければならないところの道を示したものとこういう意味なのであります。今日のところでは「経書」「経書」「お経」の書「経書」といういわゆる「経書」というといわゆる「四書五経」のことで「論語」や「孟子」などのようなもの4つとそれから「四書」「四教」「書経」などを含んだ5つと この師匠五教を一般に経営書と言っているのでありますが、昔は必ずしも師匠五教のみを経書と言わなかった例もあるのであります。例えば老子、老子などを経といううちに数えた例もあります。自分などの考えでも必ずしも師匠五教だけを経書という必要もないので、要するに人間として行うべきところの定まった道を示したもの。 という意味に取れば、よろしいわけであります。一体世の中の人情風俗一体世の中の人情風俗というものは、時代によって変遷があるので、 事柄によっては昔行われたものが今は全く廃れてしまったものもあるしまた昔なかったものが新しくできるというようなこともあるのでありますそれであるからその移り変わって行く方ばかりに目をつけていくと道とか教えとかいうものはどれも永久の価値を持たないというようにも思われないこともない例えば我々が道を歩くのでも昔はカゴに乗っていたところが我々の小さい時には 人力車に乗っていた、まあ、そんな時代。今では電車に乗りあるいは自動車に乗りあるいは飛行機に乗るというように変化しているこういうように変化していく方面ばかり見ると聖人賢人の教えといってもそういつまでも行われるものではないだろう今に孔子や釈迦の解かなかったような優れた教えが出てくるだろうというようにも思われるのであります。 不益の道、道変わらない道といとうトピックス。しかしながら人間が人間としての本性を失わない以上はたとえ1,000年経っても2,000年経っても人の人として踏むべき定まった道があるにそいないその人としてその人として踏むべき道はたとえ生活の形式がどんなに変わろうとも全く変わるというはずはない。 それであるから人の本性をよく見極めて説いた教えというものはいかに古くなっても決して廃れるというはずはないわけでありますそういうような定まった道を説いたものを K と名付けているのでありますからこの K というもののうちにどれだけを入れなければならぬかというような窮屈な考えをする必要はないと思うこの司教などというものはその内容を見ると直接に 人間の教訓を説いたものは至って少ないその中に随分教訓的なものもあるが大部分は教訓を説いたものではなくして人々の感情をそのままに言い表したものであるこれを何故に「K」と言うかといえばつまりこれは人の人たるところの本性を表しているからであるとこう考えてよろしいわけであります。 一体人間の道を立てるということは何も聖人や賢人が自分の勝手に考え出したことはないので人間というものはこういうものだというその本性に基づいて道が立ち教えが残されるのであるから人の本当の性質を表したものはいずれもその教えの土台となるべきものであるそれでこの305編の詩というものを読みますと。 人間というものはどういうものであるかということが実によく分かるのでこれが本当の生きた教えになるわけであります。このあたり詩を学ぶ必要という単元それだから論語を読むときにも申したように講師は自分の弟子に皆この詩を読ませて詩を読まなければ本当の学問はできないとまで言っておられるのであります。今日私どもが この305編の詩を読んでみましてもいかにも人情というものはこういうものであるか人間が互いに世の中を正しく送ってゆくにはこういうところに基づかねばならぬかということがいちいち教えられるのでありましてこのうちには3,000何百年の昔に作ら,れ作られた詩なども入っておりますがこういうものを読んでみてもいちいち我々に適切であります。 今より後の人が読みましても、これによってやはり多くの教えを与えられることであろうと思われるのであります。これは、司教を読むのについての大体の考えを申したのであります。さて、この司教というものは、前にも申した通り、孔子がこれを305編に定めて、後世に残されたのだということを昔から言われているのであります。最も,もここについて、 これについて反対する学者もずいぶんあるのでありますが、大多数の人は今申したような説を信じておるようであります。漢の司馬遷の書いた詩記の中には、昔から伝わった詩が三千余りあったが、その三千余りのうちから孔子が三百五篇だけを選んで、これを後世に伝えたのだというように言ってある。何故、そんなに厳しく選ぶ必要があるかというと、この詩という。うちには諸国に行われたところの。 流行歌ののようなものも随分あるそのうちにはその土地によって随分風俗の悪いところもあるしまた間違った考えを鋭じたようなものもあるわけでありまして我らは後世のそれらは後世の手本にならないから孔子は風教の害になるようなものを除いて多くの人の教訓となる,なるべきものを305編すなわち全体のおよそ10分の1ばかりのものを 選び出されたもののでであああるるとこういういうに言ってあるのでありますこの説は芝生の死を書いた漢の時代に一般に信じられたところに基づいたのでありましょうけれども果たしてその頃に死が三千あったかどうかということは何も根拠のないことで一種の言い伝えに過ぎないのでありましょう。次 孔子、作詞の節削ったってことこですかね。それから孔子が詩を削ったということが伝えられているのでありますがその削ったという意味は芝芝の言った「 ように三千の一から十分の木を除いてしまったということであるかあるいはまたその詩の中で孔子が言葉を直したりあるいは教えにならぬところを半分とか三分の一とか削るというようなことをされたのであるかそこのところはよくわからないのでありますしかし孔子は詩人でもなければ文学者でもないのであるからいやちょっと待って、うん、そこはど,どうなのかな ままあ、まあ、はいえー、昔から伝わった詩の言葉などを改めるというようなことはあまりしなかったのであろうかと察せられるのであります。とにかくそういうようなことについては明らかな証拠もないものでありますから一般に伝わるところに従って古代から伝わった詩のうちから後世に残して良いものを講師が305編だけ選ばれたのだというふうに 考えてて、おいいよろしかろうと思います。それで今日残っております305編の詩というものを分類してみるとここから国風の話大体において風が小という3種に分かれるのでありますこちらのウィキソースの方はこのように目録が出ております次 ままず、風というのはすす。なわち国風でありますその国風というのは方々のの国々に広く行われた詩のことです。例えば「炉の国」には「炉の国」で歌われた詩があり「A の国には「A の国」で歌われた詩があるその詩を作った人は誰であるかよくわからないがいずれも詩を作るということを専門にした人ではない。 日本で言えば茶摘み歌とか盆踊りの歌とかいうものに似た性質のものであるそれを一般の人が歌い伝えてきたために後まで後まで残ったのでありますそういうものを読んでみると自らその国の風俗がわかるまたその国に優れた人物が出ますればその優れた人の徳を取とる。 え、その行いを褒めたようなしも自然できてくるわけでありましてこれが自ら大きな教訓となるのであります。そういういのがいいわゆる国風という類のもののもであります。その次に「蛾」というのはさらに大我「大河」「小河」というように2つの分類に2つの類に分かれておりますがその「大河」と「生河」との分け方については後に「至って」その「類」の詩を読みます時に「と なお詳しく申そうと思いますが一言で言えば通例品格など品客などを迎えて宴を催す席上で歌われるのが生賀特別に公式の宴を開いた時に歌われるような歌われるのが大河ですこの大河と生賀というのは国風のようにある国の人が一般に歌い伝えたというようなものではなく特に何か深い考えのある人が 自分の考えていることを詩に読んだものでありますこれは必ずしも人の徳を称えるというだけではなくあるいはその時代を嘆いたりあるいは政治の極に当たっている人がいる人を風間するために作ったというような詩も随分多く含まれております。大体において先の国風よりはやや まとまった思想を言い表したものというように申して、よろしいのでありましょう。次に、しょうこの、このあ,あたりですね。賞。それから、賞というのは、天使もしくは諸公が祖先を祀ったり、その他、いろいろな神の祭りなどをいたしますとき、その祭りの場合に、ううための詩であって、これは、 無論、楽器に合わせて歌うのであります。そういう場合のものでありますから、ずいぶん高尚な。また、実に重々,重,々重々しい気分を表したものが多いのであります。大体において、これだけの類がありますので、今日に残っております。三百五編について、これを分類してみますと、国風百六十編、章が七十四編、大が三十一編、章四十編。 ここういういとになっております次にはこの詩の順序でありますが、えー、詩の順序についてまず国風に始まり次に生が体が終わりに生となっておりまするのは大体において通俗なものから高尚なものへと次第に繰り入れていくようになっているものと思われます。また国風の中においては文能の感化によって 世界世間の風義の良くなったのを称えた詩が初めの方にあってそれからその時代を嘆いて作った詩などもだんだんと出ております生画も正しい時代の賢者などを褒めた詩が初めの方にあってそれから後の方に進むに従って時を嘆いたり神にある人を封死したりするために作った詩が多くあります大河の方は明君や謙信を褒めた詩がその大部分を 締めていますが終わりの方には多少風刺的の詩もあります賞は申すまでもなく名君を称するとかあるいは賛成の神を称するとかいう詩のみでありますこの順序を見ますとまず良いものを挙げて多くの人に向かうべきところを示し叱るのちに悪に陥ることを戒まむるのに資料となるべき詩を挙げたもののごとくに生まれます おそらくこの詩の順序を定める主意がこうであったのでありましょうしかしこれは大体について申したのでそのいち,いちについてみると安君を封死した詩の次に明君を称えた詩が出てくることもたびたびあるのであります次孔門に詩のおもんぜられしゆえそれから孔子が詩をおもんぜられたということについては先に論語の時にも申しましたがこれによっても 孔子の弟子を教育していかれる方針というものがよく分かるように思われるのであります論語の時にも申しましたように孔子は君子を養成するということを目的とされたのでありますがその君子というのはただ学問をして物の道理を正しくわきまえた人というだけの意味ではなくて実際世の中に立って生きた働きのできる人でなければならぬのです主を得れば平等に立って天使や諸君を助けることもできるし 志を得なければ民間に退いておって自ら周囲の人に良き感化を与えるというような要するに世の中に立って本当に立派な働きをする人を君子というのでその君子を養成するということが孔子の教育の目的であったのでありますそれであるから孔子はその門人をただ学問的に教育したのではなくまた物の道理が分かればよいというだけの 方針ではなくて、高尚優雅な感情を備え、また、よく世の中の人情風俗を理解していて、そうして、自分の日々の言葉や日々の行いが、皆周囲の人の手本となり、自然に周囲の人を教え導くことのできるような力を持っている人物を作ろうというのであります。それだから、ただ、昔から聖人、賢人の残された教えを学ばせるというだけでなく、かように、詩とか歌とかいうものも、言うものをも、 よよくく習わせてよく人情風俗に通じただ座って理屈ばかり言っているというような人物にならずまことに心の優しく情にも厚くてどんな人にも良い感化を与えうるような人物にならなければならぬという方針を持って教育されたのであります。こういう点を考えてみますと。と孔子が死をおもんぜられたおもんぜられ <laughs> 頑張れ私、方針を持っれたという 趣旨が誠によくわかるのであります次、一体詩とか歌とかいうものはこれはどこの国にも必ずあります19世紀頃になってからヨーロッパでは野蛮人の生活などを研究する学者が続いて出てまいりまして今ではいかなる野蛮人の野蛮人という言い方どうかと思いますけどはい、まあこのまま読んでいきます野蛮人の生活状態もほぼわかっているのであります このその野蛮人の中には無論文化などというものは形ばかりもないような人間だか動物だかわからないような生活をしているものもなども随分あるのでアフリカの奥地には今でも人の肉を食らう習慣を持っている野蛮人がいるとさえ言われているところがそのさまざまな野蛮人の生活を研究した学者の書いたものを読んでみると。 今申すように人間だか動物だかわからないような生活をしているものでも必ず音楽を持っているここら辺からは音楽を持たぬ万人なしすごいすごいあのタイトルですがそんなトピックスすなわち歌を歌うことと踊りを踊ることを知らない野蛮人はないということであるある学者は音楽などというものは非常に贅沢なもので人間が食うに困らないようになってから初めて できるものだというようなことを説いておったのでありますがこれは全く間違いであってただいま申したような野蛮人の生活を研究した結果を見ると全く文化どころではない人間か動物か分からぬくらいの生活をしておってもすでに歌を歌っておりまた踊りを踊っているということである人の社会性 それではその歌とか踊りとかいうものはどうしてできるかといえばそれは自分の感じを声や形に表すとともに他の人の声や形によってその人の感じを知るというこういう人間の本性に基づいている人間は決して一人で生きていられるものではない必ず群れを成して生きているすでに群れを成している以上は自分の 心持ちが人に通じまた人の心持ちが自分に通ずるということがどうしても望ましいことであります。そこで自分に嬉しいことがあれば自然にこれを声に表し形に表しまた悲しいことがあればこれを声に表し形に表すそうして人に自分の楽しいこと悲しいことを伝えて同情を求めるというのが自然であります。またた他の人が声ににに表表し、形に表し形ところによって、その あるいは悲しみあるいは楽しんでいることを知ってこれに同情するということも自然であるににししてて人々が互いい同情し合っていわゆる社会生活を営んででくのでありますそれであるから歌を歌ったり踊りを踊ったりするということは決して贅沢なことでも何でもないのであって人間はそういうふうに自分の感じを声や形に表さずにはいられないという本性を持って いるものであるとこういうふうに考えて良いわけでありますまたそれを声に表し形に表す場合に自らある一種の調子を持っていわゆるリズムを備えて備えるようになるということも人間の本性であるようであります小さい子供などを見るとまだ3つか4つで本当に物も言えないいわゆる片言混じりに物を言っている時代にも傍らで蓄音機でも そばで蓄音機でもやっていると自然にそれに合わせて声を出したり身体を動かしたりしているそういうのを見ると人間は生まれながらにしてて音楽を求めいいるのだということもよくわかるのであります。こういうような種々のことから合わせて考えてみますと孔子がその門人の教育において特に詩を重んぜられたということはまことに人間の本性をよく見極められたものであると思われるのであります。 今後においてもこういうような方面に力を用いていくということは人を本当に生きた人として教育し上げる上において大いに寛容なことと言わなければならぬのであります。また宗教などにおいてはもちろんのことであって仏教でもキリスト教でもあってもそういう宗教が盛んになる時には必ずいわゆる宗教音楽というものがこれに伴って盛んになってくるのであります。 また、宗教が形式に流れてしまって、人間の心に生きた力を与えないようになってくると、宗教音楽というものも自然に衰えてくるということは、個々の例に照らしてみても少しも間違いのないことであります。こういうことを考えて、こ教を読んでみますと、子教の内容がことさらに大切なものに思われてくるわけであります。次、子教の研究。それからこの子教の研究ということが、 いつ頃始まったかというとこれは漢の時代からというように伝わっています前にも論語やあるいは老子などのことを申す時にも一通り言いましたが真の始皇帝とといいいうう人が書物を焼いたということがあるこれももちろん信の国中の書物を一冊も残らず焼いたわけではないのでありましょうまだ昔の交通の開けなかった時代においていくら王様の力であっても国中の書を皆探し出すということは いうことのできるわけはないのでありますから始皇帝が書を焼いたと言っても焼いたのは無論その一部分であったに相違ないしかしながらとにかく王様の力を持って書物を焼くということが世間に伝われば書物を持っていればどういう祟りに合うかわからないからたとえこれを焼いてくださいと言って差し出さない人でもこれを隠しておいて世の中に出さないでおいたでしょうそれで一時は品全体に書物が全く 行われなくななくったに違いないそれが漢の時代に入ってまたんのことは先にも申したようにその国の建て始めからすでに学問を重んじ教育を盛んにするという風が起こってきましてまた漢の時代には「名君」と言われるような天使も幾人か出ましたから学問 <laughs> いや いや、笑っちゃいけないんだけど、メイ君の方が珍しいっていう、あんくん、あんくん、ぼんよう、メイくんみたいな、メイくん、ぼんよう、あんくん、あんくんみたいな感じなんですかね。なんか、メイくんであるのが基準っていうか、前提となってほしいんですけど、そういうわけにはいかないわけですね。いかん。突っ込まないで読む。はい。えーと。 また、漢の時代には明君と言われるような天使も幾人か出ましたから、学問はだんだん奨励されるし、教育もだんだん盛んになってきた。そういう時代において、この詩教というものも他の書物と同時に世の中に出たわけであります。次、詩教の特殊性。ことにこの詩教について考えてみなければならぬのは、他の論語とか孟子とか老子とか宗師とかいうものよりは、 この司教ののの教方がが世の中にに伝わるのに便宜が多かったという点であります。なぜならば詩というのは声によって伝わるので他の論語や孟子のように目で見てその道理を覚えるというのではなくしてこの詩を口に称してそうして公の人から乙の人へ歌い伝えられるという性質のものであるからたとえその書物がなくなっても詩というものが全く滅びてしまうということはない。ののようなものは その書物ががなななくなってしまえば読むことはできい詩を書いた書物がなくなってしまっても人から聞いて覚えたものを歌うのはそれまで役人が禁ずるわけにはいかないそれである人が歌い伝えたというものをまた他の者が歌い伝えるということになるわけでありますから。 詩の伝わるということは他の軽書などが伝わるよりよほど便宜が多かったということが考え得られるのであります。次、申しのなそれで漢の時代になりましてから詩の残ったものをいろいろと研究するという風が盛んになってきましたが大体漢の時代において詩の研究をしておった有名な学者が4人あったということであります。その4人のの人学者のうちに、 おいてことに優れておったものが孟公という人でありますこの孟公の弟子に孟女という人があるこの先生も弟子もともに毛という姓の人でありますがこの師弟の人がことに詩を研究しまた解釈する上においてことに長じておったものですから他の二人の学者よりも孟し一流の 伝えたところの説が後世までも最も有力なものになってそうして今我々の多くの者が読んでおりますこの詩教を孟子と言っておりますすなわち孟子の伝えたところの詩という意味でありますそれから後に五感の時代に至って上弦という人が出たこれもなかなかの学者であって古来来歴などの詮索をすることに長じておった人でありますが 私の中では探偵みたいな風になってますね置いといてしし指定ののところへえ伝ええたたもににさらに詳しい注釈を加えましたそれで司教についていろいろ研究すべき書もありましょうけれども大体においてこの司教を解釈するについては「申し指定の伝えたものにこの上下の加えた中を本に元にする」ということになっております。 その後宋の時代に至って朱子という人がさらに自分の説を加えて解釈しておりますけれどもこの朱子という人は非常な学者ではありますが随分自分流の説を立てることの多い人でありますからむしろ私どもが読むのには朱子の説にあまり肯定しないでやはり昔の孟子の説に基づいていく方が詩の本来の意味がよくわかるのであろうと思われるのであります。これからお話しするののも大体は、孟子の意味について、えー基づいて お話,お話をしていきたいと思います次に今の「風」「が章」の3種の詩が実際においてどういうように応用されたということを少し考えてみると、はい、この辺りから「詩を称する場合」について先に申したように天使や諸侯が祖先その他を祀る場合においては無論「章」という類の詩を歌ったものです。 その詩には音楽を奏するものがあってその詩に合わせて琴を弾いたり笛を吹いたりしてそれからまた小さい子がその音楽に合わせて舞いを舞うというのが定まった例でありました。またそういう場合ではなく例えば外の国から来たお客様をもてなすとかその,その他形式を重んずるような集まりの時には 昭和という類のうちからしからるべき詩を選んでそうして主人もこれを吟ずればまた客もこれを吟ずるということであったようであります。これはいちいち音楽に合わせるとは定まらないである時には楽器に合わせることもありまたある時は楽器に合わせないで詩を吟ずるだけにとどまったということもあったようであります。それから国風というのはこれはそう角張った詩ではなく 普通の宴会でもして互いに酒が相当に回っていわばくつろいだ気分になった時に歌うあるいはここ個人個人がこれを覚えていて何かの機会にこれを歌うというようなこともあったようです。まず大体においてこういうように考えて大して間違いはないようであります。しかしながら全体を通じて言えばたとえ「小であっても「大」が「小がであってもないし 国風であっても人情風俗の微妙なところを言い表し歌い伝えたものであるからこれは生きた教育の資料としていずれも皆重んぜられて良いものであります。えー、とここら辺から次はし「シナ古代の婦人」について大体において司教についての話はこのくらいにしておきますが終わりになお付け加えて申しておきたいのは「 この司教の中に婦人の徳を称えた詩がかなり多い、また婦人が自分の感情を述べた詩などもずいぶん多いことで、これは大いに注意すべきことと思います。他の経書、例えば、諸教とか益教とかいうものを読んでみましても、ほとんど婦人の言ったことなどはありませんぬし、また婦人の徳を特に称えたというものも少ないのでありますが、この司教のうちには婦人に関するものが、 割合に多くあるということは特に注意すべきことであります一体シナの古代においては後世のように婦人を過論ずるということはなかったものでありますこれは論語についてお話しするときにも少しは申したかと思いますがシナはご存知のように昔から決して平和な国ではない北の方と西の方に随分力の強い外国があってその外国が シナに攻め込んできてそうしてシナを占領するということがしばしばあった北の方だけで言っても蒙古人も北の方から来たし満州人も北の方から来てシナを取ったそういうものがシナに攻め込んできて土地を占領しつまり異なった人種のものが国の主権を取るということであるうん違う違う違うえっ、ー、と つまり異なった人種の者が国の主権を取るということがしばしばあったそういう場合においては今までシナにおったものが外から来たものの勢力に圧迫されるのであるつまり力づくで強い者が弱い者を抑えつけるということになったわけですことに婦人は弱いものであるから婦人を力づくで持って圧迫して 勝った方ののの男がわががわわままをするるとというようよな習慣が発達してきたものと思われるのであります西洋の人がそういう点だけを見て東洋では強い者が弱いものを抑えつける習慣がある弱い女を虐げて男が自分のわがままをする悪風があるというような批評を随分するのでありますがそれはまだ深く極めない説なのであって元来信濃昔からの正しい習慣においては「 男が力づくで女を圧迫して女の意思を蹂躙して帰り見ないというようなことはないのでありますそれは今この司教を読んでみてもわかるのでありますが司教のうちの一番初めに出てくる詩は文能の婦人の徳を称えた詩なのですこういう詩を講師が後世に伝えるために特に選んだ詩の一番初めに置かれたというのは いうのを見ましても決して女が軽く見られなかった見られなかったということが察せられるのでありますシナの昔の例においては妻をめとる時には定調なる霊を尽くしたものでありますまずな高度が立って夫婦の約束ができた時にその夫たる者が妻のその妻としてめとる人の家に挨拶に行くこのあたり妻を閉するの例について 丁寧な使い物を持って礼服を着て挨拶に行きそうしてその目取るべき夫人の親に会って「今回あなたのお嬢さんを自分の妻としてお与えくださって誠にありがたい」「どうかこれからは自分をもあなたのことをお考えになって何分年が若くて分別が足りないから万事教訓をしていただきたい」ということを正式に挨拶する。 これれだけの礼を尽くしてて、迎えられてそれでで初めて本当のの妻と言えるのである。あそれだから妻をめとることをこれを「兵というというのは「礼を備えて呼び迎える」という意味であるこれはまことにこれは実に礼儀正しいものであるそれだから「来期」というものを読んでみると「兵すればすなわち咲いたり走ればすなわち生たり」とあるありましたね。 走るというのは何も逃げていくのではないので正しい礼儀で迎えられずに男の家に入ってきた者はちょうど駆け,駆け落ちをしてその男の家に逃げ込んだと認めるというので妻と将との区別は閉するか走るかということによって定まるのであるということを言われているのであります。そういうよういよなわけであるが、 シナでは身分の高い人は2人も3人も夫人を呼び迎えておるように見えるけれどもその2人なり3人を同じに待遇したのではなく正式の妻として迎えるのはただ一人に限るのです。必ずしも西洋の人が批評するように男が力ずくで女を虐げているというように解釈すべきものではないと思います。こういうこともシナの昔の風俗を知る上においては注意しておかなければならぬことであります。 今、司教を読むについてこういうことも思いつきましたから、つけたりに、つけたりに申しておくのであります。これから司教の本文について話そうと思いますが、その司教のうちに含まれている詩の中には、先に申すように、ずいぶん古い詩もあります。天使が自分の祖先を祀るとか、諸皇が自分の祖先を祀るとかいう場合に用いた詩でありますと、 ずいぶん古いものがあって言葉の調子などもずいぶん古いものがありますしかしながらそういうのは三百5編の中では比較的少数でありましてその大多数は州の半ばを過ぎたいわゆる春秋戦国の時代にできたものなのでありますしたがって世の中が乱れた時でありますからその乱れたのを嘆いたとかあるいは世の中の風俗がだんだん崩れてくるのを非常に悲しいことに思って昔の正しい時代を死闘たという詩が 随分多く見られますしかしいかに世が乱れても国中の人がことごとく堕落したのではなくてその乱れた時代において正しい志をしっかり保って何とかしてこの乱れた時代を正しい昔に返そうというような志を嘆いておった、うん、志を抱いておった人も少なくなかったということが察せられるのであります。だいたい以上のようなことだけを心てておきまして 要は一つ一つの詩についてその内容の説明をいたしなおこれについて折オ々リオリは自分の心づいたことを批評的に申し添えるようにしたいかとしようかと思います。ということでイントロダクションが終わりなので枠を切り替えましょうかね。また後ほど